続きまして第7試合、フェザー級東日本新人王決定戦を行います。さあ始まります、フェザー級決勝。今大会ナンバーワンの注目カードです。最も激戦区と言われたこの階級を勝ち上がってきた両者の友情です。そのファイトぶりはまさにヒットマン。フリッカーという凶器を片手に B ブロックを制した真柴亮、そして A ブロックから駆け上がってきたのは優勝候補筆頭のあの早見隆一を1ラウンドでマットに沈めた驚異のハードパンチャー、幕の内一歩。きたきた、勝てよ一歩。いやー、全く面白い顔合わせになりました。両者の決着に判定はないと言っても過言ではありません。気合入ってるぜ。両者中央へ。おいおい、よっしゃ、狙め狙め、いい気合だ。目をそらすなよ、KO だ。無事で返すな。お前たちなら燃えるぞ。はい、コーナーに戻って。さあいよいよ始まります。ヒットマンがフリッカーで切り刻むのか、それとも幕の内のダイナマイトが炸裂するのか。予想は五分と五分。いずれにしても KO で決着がつくでしょう。とにかく接近戦じゃ。徹底してくっついて戦え。はい。向こうは接近戦しかない。ジャブでストップして長距離で仕留めろ。いいな。ラウンド両者臨戦態勢は整った。注目の一戦、フェザー級東日本新人王決勝。ボックス。おっと、幕の内飛び出した。下が凄まじい空振り。その迫力に場内がどよめく。珍しいな、立ち上がり慎重なあいつがいきなりなんてや。それだけやる気ってことよ。ここで真柴は距離を置きます。さらに置く。おっと、早くもヒットマンスタイルだ。フリッカーの発射体勢に入る。しょっぱなからかよ。そして幕の内も独特のピーカブースタイルで応戦の構えだ。あんなに離れやがって、はったりだぜ。最初の空振りにビビったくせによ。そうかな。うわ、真柴さんの射程距離ギリギリまで詰めて一気に懐を取る。まだだ、もう少し近づいてから。何？当たった。ファーストヒットは真柴だ。信じられねえだろうが、あれが真島の舞なんだよ。そんな、あそこから届くなんて。舞はビデオで何度も確認したのに。さあ両者睨み合った。真島はフリッカーを繰り出すタイミングを伺います。一方幕の内はじりじりと距離を詰める。リーチ差は明白です。離れていては幕の内に勝機はありません。信じられないぐらい伸びてきた。間合いもクソもないや。リング上どこにいてもあの人の射程距離じゃないか。前に出なきゃ話にならないけど、これじゃいつ出ていいかわからないよ。クソ、あのバカ。せっかく頭振る練習したのに、熱くなってすっかり忘れてやがる。死ねえ。両者の感覚が徐々に狭まってきました。真柴さんのスイングに合わせて出るか、それともいきなり飛び込むか。見逃さない。フリッカーのストレッチだ。
幕内もらった。もらってしまった。幕内横飛び。しかし射程から出られない。ロープに詰まった。この位置に来ると真島は強い。トリッカーが止まらない。バカ野郎、つまんねえフェイントに引っかかりやがって。うめえ、顔面にフリッカー集めといてガラキの横面に。チョッピングライト。しのいだ。幕の内なんとかしのぎました。しかし強い。幕の内に全くつけ入る隙を見せません。フリッカーの切れ味、フェイトの乗ったチョッピングライト、喧嘩越しのボクシングだと思ってたけど、コンビネーションもすごい。この人本当に強い。くそったらな、マシバのやつ今チャンスだったのに。じわじわ行く気かよ。一歩のパンチが生きてるうちは迂闊には近づかねえってとこだな。したたかなんだよマシバってやつ。あっと、またもやマシバが襲いかかる。頭を振らんか。それを村と後から聞いちまうんや。くそダメだ、会長の声も聞こえちゃいねえってつらだよ。おいおい、こんな時こそクレバーになんなきゃいけねえってのに。いや、あれでいいのかもしれねえ。え？相当ムキになった目してやがるが、あれは対真柴用の練習している時と同じ目だぜ。強い、本当に強いよこの人。だけどなんで。貝みてえにガード固めて、そんなもんがいつまで持つかよ。こんなに強いのになんで。なんで宮田君にあんな卑怯な真似したんだ。あっと、幕の内が体を振り始めた。マシバ的を絞りきれないのか、フリッカーを打ち出せない。止めるな、左を出し続けろ、飛び込んでくるぞ。よっしゃ、どこを取った。いけー小僧。ここでゴングだ。第1ラウンド終了。はい、離れてコーナーに戻って。放送席の採点は10対9。第1ラウンドは真柴が先取しました。しかしまだまだ序盤戦、第2ラウンドが楽しみです。どうじゃ真柴と手を合わせた印象は。強いです。もっとラフファイターかと思ってたけど、テクニックとかもすごいです。しかもあのリーチ。そうじゃな。でも懐に飛び込む感触はつかめました。よし、だが1回や2回懐を取ったぐらいで楽観するな。絶えず体を振る、そして入りざまに右、この2つを忘れるな。はい、よっしゃ。ヒットマンスタイルの弱点はかなり研究してきている。おまけに懐に入るタイミングを盗まれたとなると、これまで通りにはいかんぞ。どうする、ガードを上げるか。懐に入れるとあの破壊力はさすがに怖いからな。破壊力か、確かにいいもん持ってる。だがそれが奴に地獄を見せる。奴はてめえの強打で自滅するのさ。さあ第2ラウンドです。幕の内、先ほどのように体を振り始める。そして迎え撃つ真柴は、やはりヒットマンスタイルだ。1ラウンドはいいとこなしだったが、最後の懐取った動きは良かったぜ。ああ、もうちょっとで右がガツッと入ってたとこだ。いけるって。引っかかるな。右から攻めるっつう一歩の作戦はバレバレのはずなんだがな。
なのにガードを上げないってのはどういうわけだ。自分の距離を保てない。1ラウンドとは一転幕の内が押している。ガンガンプレッシャーかけろ。もう少しで入れるぞ。ロープにしまった。チャンス。よっしゃ潜り込んだ。ボディーから開き。幕の内の強烈な右ボディブロー。随分といい音がしたじゃねえか。エルボーブロック。チャンスなんだ。攻めなきゃ。今度こそ。また。どうした。エルボーブロックかよ。左ガードを下げたままヒットマンスタイルを崩さねえのもこの裏付けがあってのことか。しかし正当なディフェンスとはいええげつねえぜ。一歩の強打じゃてめえの拳が砕けちまう。幕の内の勢いを寸断する真島のエルボーブロック。幕の内前に出ません。手詰まりか。何を言ってる。すべてはあるわ小僧。ジャムを散らしてみて休むまを耐えるな。必ず隙ができる。そこをつくんじゃ。そうだ、せっかくロープまで追い詰めたんだ。左の差し合いじゃマシマの方が一枚も二枚も上か。どうした、もう右は打ってこないのか。それともたった二発で砕けたか。今度は幕の内がロープ際欧州逆転だ。よし、完璧なシナリオだ。敵ながら気の毒に思うぜ幕の内。ダメだ、左じゃ勝負にならない。手出せ一方。しかし攻めてがねえ。そう、どうすればいいんだ。どうすれば。小僧。これしかない。勝てると信じてこればかり練習してきたんだ。このやり方しか僕にはないんだ。バカの一つ覚えが。望み通りその拳粉々にしてやるぜ。幕の内また右だ。ブロックの上からでももう構いなし。バカ野郎、がむしゃすぎだ。そのまま叩いてたらマジ骨までいっちまうぞ。あのバカ、やっぱりやりやがった。あいつの頭の中に足引きずって戦った宮田の姿がこびりついてんだ。今のあいつは誰が止めてもやめやしねえ。たとえてめえの拳が潰れようともだ。諦めやがれ。こいつ。幕の内また右。マシマも返す。激しいクロスファイトになってきた。お兄ちゃん。くそ、
おお、右は全部ブロックされてる。完全にインファイトに持ち込んでるのに。真島の左が少なくなったんで懐を取りやすくなってるよ。本来は小僧のペースだよ。どうした真島、フリッカーで突き放すんだ。幕の内にくっつかれすぎて左が出しにくくなったか。右拳の感覚がなくなってきた。クソが粘りやがって。フリッカー、フェイント。マシはチョッピングライト、ピンポまだ幕の内相打ち狙いの右、しかもこれが強烈。回しは体勢を崩している。やった、幕の内も効いている。動けません。一歩くん、クソ、チャンスなのに限界か。真島の左腕が上がりません。真島どうした？会長。クソめ、やりうったわ。おいおい、なんだよ。これって。表情には出してなかったが、野郎かなり前から痩せ我慢してやがったな。一歩の拳潰して楽な展開になるはずが、先にてめえの肘がお釈迦にされちまいやがった。まさに一歩にしかできねえ左殺しだぜ。小僧。今がチャンスじゃ。何しとる。いけ。そうだ、今行かなきゃ。動け動け動け。クソが。だが腕はまだ一本残ったりせ。やった、マシマ！よっしゃ、そのコンビネーションじゃ。幕の内左右の連打、これがしかも強烈。マシマ消えている。足元が定まっていません。幕の内チャンスだ。やった、幕の内もダメージが残っている。いけません。バカ野郎、ダメージなんぞ気力で振ってません。さっさと追って決めねえか。そうだ、やっと巡ってきたチャンスなんだ。ここで決めるんだ。聞いてねえ、聞いてねえぞ。どうした、マジか。今日のボディをあれだけもらって倒れんとは、なんとした修練じゃ。気力の充実したボクサーはなかなかボディじゃ落ちんというが。やはり真島を倒すには。アゴだ、アゴしかねえ。そのまま叩き詰めろ。絶対アゴが下がる。なんて人だ。まだ耐えるのか。クソが、左手さえ上がりゃあんなボディーブローなんぞ。マクローチ、また右だ。ここだ。クソ、クリンチか。突き放せ、一本。やっと、ここで第2ラウンド終了のゴング。真島が追い詰めれば幕の内が巻き返す。決勝戦にふさわしい白熱の攻防、まさに KO 必至の展開となってまいりました。
一体この死闘を制するのはマシマか幕の内か。人体をやられたな。周りの毛細血管も軒並み破裂してやがる。異常だぜ、あの破壊力は。よし、よく戦った。ポイント取り返したわ。その調子やと言いたいとこじゃが、右拳は大丈夫か。はい、大丈夫です。まだ叩けます。何をやさがまにしとる。バカ者が。何が大丈夫じゃ。無茶しろって。厚く巻き固めたバンデージを通して血が滴るとは。単に拳の皮が裂けた怪我じゃこうはならん。一歩くん、すでに割れた甲の骨が拳の肉を突き破っておる。このまま叩き続ければどうなるか分かっとるだろうな。最悪の場合、再起不能、リタイアじゃ。上を狙う者にとって新人王は通過点に過ぎる。ここでそんなもんにこだわって将来を棒に振る気か。たかが新人王ごときで再起不能をかけて戦う奴がどこにいるかと聞いとるんじゃ。そんな奴見たこと。たまりそうにないの。会長。仕方あるまい。当のボクサーがここまでやる気になってるんじゃ。こうなったら拳の負傷を最小限にとどめて勝ちに行く助言をするしかあるまい。それがセコンドの役目じゃからな。会長。いいか、右拳を絶対に強打するな。軽く握ってフェイントやステパッチに使え。今のマシマならそれでもなんとか通用するじゃろう。でもマシマさんの気迫はすごいです。左だけじゃ。右は使う。最後の最後だ。左でボディを叩き続けろ。顎が必ず下がる。そこに右をぶち込むんじゃ。ただしその一撃で必ず倒しきらねばならん。その拳や二度目はないぞ。はい。いいな、アウトボクシングだ。足を使って捌くんだ。おいマシマ、セコンド。とっと、遅れちまった。たく、西村のやつ話長いからな。あれ？なあ！バカ野郎！足を使えって言ったろうが！これはすごい！両者ゴングから休みなしに打ち合っています！マシマは右、幕の内は左！激しい打ち合いだ！足を使うなんて消極策を取れば、こいつはガンガン来る！腕一本だろうと前へ出て、打ち合うしかねえ！フリッカーさえ来なければ懐に入れる。クロスレンジでの打ち合いは望むところだ。どうしたんだ久美ちゃん、まだあいつの試合やってんだろ。封印。ん？私もう見てられない。お兄ちゃん、私のためならもういい。もういいよ久美ちゃん。おっと、徐々に内への均衡が崩れてきたか。幕の内の左。よし、マシマは腕が長い分インファイトじゃ回転が遅い。この距離なら一歩のもんだぜ。久美ちゃん、とにかく見よ。兄貴のピンチなんだろ。久美ちゃんが応援しなきゃ誰が応援するんだ。もう少しで顎が下がる。くそ、左さえ使えりゃこんな野郎に。足が。にゃー。幕の内左。マシマ体を入れ替えます。右わずかにかすった。そのまま体を預けます。幕の内振り払う。距離を取るマシマ、幕の内を追う。
左これをかわした。幕の内脱菌が当たらない。お兄ちゃん、クミちゃん早く。足は苦しい。幕の内の左の連打完全に捕まえた。2発3発またまた入った。足は完全に足に来ています。しかし立っています。足はリングに仁王立ちだ。足はクソが、その気力は褒めてやるわ。しかしもう限界よ。もう一発入れば耐えきれずに体はくの字に曲がり顎が下がる。あと一発で落ちる。負けるわけにはいかねえんだ。入った。どうだ。顎が落ちた。うしゃあ行け小僧。よし右だ。負けられねえ。こんなところで。お兄ちゃん、おかえりなさい。お兄ちゃん、お疲れ様でした。なんだ、まだ起きてたのかよ。お兄ちゃんこそこんなに遅くまでお仕事大変ね。またクビだとよ。ねえ、気を落とさないでまた頑張ろうよ。私だってバイトしてるし、生活の方は大丈夫だから。だからまた頑張ろう。足は。お兄ちゃん、負けられねえんだ。何？な、なんじゃと。フリッカー、フリッカー、ハッタリだ。フリッカーは来ない。逃げ。海星のフリッカーからチョッピングライト。文字通り幕の内をマットに叩きつけました。なんという男じゃ。恐るべき執念、恐るべきマシマの底力。永久に寝てやがれ。マシバの KO パターン、もろにもらっちまった。ダメだ。ごめん、宮田君。あの人、すごいよ。動かない左で、あんなすごいパンチ打ってくるなんて。すごすぎるよ、あの人は。マシバさんの足が、揺れてる。なんだ、揺れてるのは僕の方か。いや、違う。聞いてるんだ。さっきの攻撃も、体力の限界ギリギリだったんだ。
なのにあれだけの力を出して、そうだ、宮田君だってボロボロになっても戦ってた。僕だけ右拳の痛みを気にして、そんなので、そんなのでこの人に。シックス、幕の内ロープを掴んだ、諦めていません。セブン、そんなんで小僧は、そんなんでこの人に勝てるわけないじゃないか。あった、幕の内立ち上がりました。小僧は、マシマ、頑張れ。お兄ちゃん、やろう、寝てればいいもの。いっちゃまりに右を温存させようなんて大甘だった。そんなんでこの人に勝てるわけないじゃないか。負けるわけにはいかねえ、絶対勝つ、何度でもぶち倒してやる。たとえ右拳と引き換えだって構わない。僕は今すごいボクサーと打ち合ってるんだ。納得いくまでやってやる。ホッツ、うわっ、終わりにしてやるぜ。小僧、まだだ、なんで真島さんが倒れるもんか。右の2連打、小僧のやつ右拳に締めてる思いをかけおった。まだだ、お、折れた。幕の内の強烈な3連打で真島の長身がくの字に折れ曲がった。真島、足が揺れている。今にもキャンバスに膝がつきそうだ。倒れるか。この程度で倒れるかよ。右拳の感覚がなくなってきた。真島さんのダメージが残ってるうちに一気に行くんだ。やばい、今顔面にもらったらいくらなんでも耐えられねえ。負けるわけには、負けるわけにはいかねえんだ。よし、とにかくしのぐんだ。負けるわけには、負けるわけには。ブレイクは離れて、マシは離れないか。この人は離れる気なんてないんだ。だったらこっちだって負けてられるか。この野郎。どちらも負けてない。両者すごい執念だ。一体どちらが先に落ちるのか。一方、叩け叩け、聞いてるぞ。粘れ、マスター。打ち合い投げがボクシングじゃねえんだ。早く引き上がせ、幕の内。わけが、わけが、マスターの腕が緩んだか。もう少し、もう少し。溶けていく、マスマのスリンチが徐々に溶けてきた。離れた、マスマの腕が離れました。いけ小僧、チャンスが。貴様の思いをしっかり叩き込め。危ねえ、マシマ、来たな。くそ、うん、
そしておそらくこれは逆転 KO になるでしょう。ワン、ツー、カウントなんていらねえ、立てるわけねえだろ。立つな、もう右拳の感覚がない、もう打てない、体力も限界だ。だから立つな、立たないでくれ。ファイ、早く、セブン、早くカウントを。来るな、はい、負けたくねえ。マシは力尽きた。文字通りキャンバスに沈みました。やった瞬間、東日本新人王戦フェザー級新人王が決定しました。その名は幕の内一方。東日本取り上がったよ、あいつはやってくれたぜ。いい根性だったぜ。無茶しろって、右拳がどうなってるか分かったんじゃないぞ。ち、今言っても聞きやせんか。とりあえずここまでよくやったわい。マシマ、まだだ、まだ終わっていねえ。来いよ、オラ。やめろマシマ、わたんだ。うるせえ、まだ終わっていねえんだ。俺がこんな奴に負けるわけねえんだよ。やめろ。あのなんていうか、ありがとうございました。行こうマシマ。クソ、マシマ、よくやったぜ。おお、いい根性してたな。うるせえよ。恐ろしい相手じゃったの。はい、最後のダウン取った時、絶対立ってくるって思いました。だから僕、立つな、立つなって。カウントがすごく長く感じました。あの時倒したのは僕なのに、怖くて仕方がなかったです。じゃが、その男に勝ったのがお前じゃ。お前が東日本新人王なんじゃからな。会長、あれ、皆さんに挨拶してこんか。はい。